はい、じゃあ第4問いきますね。括弧1、二次関数があります。 y イコール、2括弧 x プラス1二乗プラス k ね、があって x の変域がマイナス4から0までとこう言ってます。でこの時 y の最大値は15だった。この時 k の値はんであるね。これやんなさい、書きなさいって言われてますね。どうしますかね。これなかなか難しいと思う。ちょっとやっていきましょう。まずこれね、頂点すぐ分かる形になってますよ ね。だから頂点求めましょう。頂点はここの符号を書いたものがマイナス1とそのまま k、はい、なのでグラフは大体書けますがね、ちょっとね問題があってですね、これ頂点で k が入っちゃってますかね。なので大体この x 座標はマイナス1っての分かってるんや、この上どっかにあんねんけど、なんか k って言っちゃってますからね、この高さが分からない、どの位置に引いたらいいかと、高さが分からないね、なのでちょっととりあえず引いちゃいましょう。とりあえずね、もうこんなもんで、つまりここが頂点ね。で頂点の y 座標は k ですかね、今 k、まあ、こんな感じのグラフになるよってことが分かってます。はい、で、まあ条件使っていきましょう。 x の変域がちょっとこれ左にずらしますね、ちょっとグラフとぶつかっちゃうからね。 x の変域はマイナス4から0って言ってます。でその変域を考えるんだけども、今0の時ね、0の時の値はコピーといってこうですね、ここ、じゃあマイナス4の時ちょっと考えましょう。マイナス4ってもっとこっち行きますね、もうここら辺かな、ちょっとはみ出ちゃうから、マイナス4の時がここですね、ここ。なのでこのグラフは変域が、マイナス4から0って言ってますから、グラフとして許されるのがこの部分ね、この俺ピンク色赤色の部分にあったのがこの許される部分です。 OK、 マイナス4から0までですね、 x は。なのでこの間しかグラフは認められません。はい、でこの時に最大値は15でしたと言ってますね。 OK、でグラフはねこんな風です。で最大値15ですって言ってるね。最大値どこですか。最大値はどう考えてもここじゃなくてここじゃなくてここですよね。ここが最大値ですので、グラフとしてはここの値ね、この値が15と言ってるんです。ここね、この値が15って言ってます。で、これを使ってほしいんですね。はい、なのでマイナス4で15を通るってことが分かったんですよ、今。OK？ 言ってる意味分かりますか？マイナス4のところでピュッと上がって、でそこが最大値で15って言ってくれてますから、点マイナス415を通ると、これが分かります。で通る点が分かったらこれ代入したら終わりですね。なのでこれ x イコールマイナス 4y イコール15っていうのをここに代入しますと、y イコール15イコール2倍の y x イコールマイナス4プラス1の2乗プラス k と、はい、これ解いていきましょうね。はい、よって k はマイナス3ですかね。はい、 k はマイナス3と出ますので、あ、いい、 OK。 ちょっと難しかったね。とりあえずね、あの形から見てすぐ頂点が分かりますから、グラフもね雰囲気で書いてみるね、書いてみよう。この時はだから何 x 軸書かなくてもいいんですよ。 x 軸書くと高さが気になっちゃうからあえて書かないっていう手もあります。今問題ってなってるのはここのメモリですからね。はい、で、グラフはどこからどこまで許されているかっていうことを考えて、そのうち最大値で通る点が分かります。 4-45 と分かって、それで代入して求めに行きますと、そういうことですね。はい、一緒。たら2番、今度 x 軸との共有点の座標ですね。はい、まずは関数は y イコール 3x2 乗プラス 14x-5 となってますね。
で、まあ、要するに X 軸との共有点っていうのはどういうことかっていうと、まあ、こうグラフがこうあって X 軸があってここですね、ここの座標は何分ですかっていうのを求めって言ってます。はい、なんですけども、まあね、X 軸との共有点っていうのはね、もう言っちゃいますけど、これ Y イコール0っすね。そうね、つまりこの線ね、この線っていうのは Y 座標が0であるような線ですよね。ね、だって Y 座標0、こっちは Y 座標マイナス、 Y 座標プラス、ね、Y 座標0ちょうどの時ですから Y イコール0と置けばいいんですね。なのでこの式で Y イコール0と置くと、まあ、ちょっと左右入れ替えますが、こうね、でこれを解けばいいんですよ。もうこれも二次方程式ですから、これ解けって言ってます。二次方程式の問題に変わりました。なのでこれは、ちゃんと因数分解をして解くことができますので解いてください。はい、 X と 3X でたすき掛けして、これ結構難しいですね。たすき掛けするとこれはプラス5のマイナス1かな、そうすると5315-1で14になって、プラス5をかけるマイナス1でマイナス5になる。これで数字も合いますね。よって X は、マイナス5と、3分の1とこうなりますからね。はい、なのでうえおかですね、3分の1です。これを覚えておいてくださいね。X 軸との共有点の話っていうのは結局二次方程式の話に変わります。解けばいいだけ。はい、あとは因数分解するだけですね。はい、じゃあ3番、二次不等式ですね。二次不等式、まあこれもよく出ますね。おっと、はい、二次不等式どんなんかっていうと x2-4が0より大きいとこう言ってます。これ解きなさいと、で解はこれですって言ってますが、今グラフ与えられてますね。グラフはこんなんで、こんなマイナス2、これが重要ですね。はい、こんな感じね。で、まあ、このグラフを使って解きましょうかって言ってるね。グラフがヒントですからね。で今言ってることはこう、こういうふうに置くんですね。 Y イコールこれと置きます。そうすると言ってることは Y が0以上って言ってますからね。つまりこの Y イコール x2-4 っていうグラフを今ここに書いてくれてます。でそのうち Y が正である、 Y が0より大きいとこはどこですかって聞いてます。そのように X の場所はどこですかって聞かれていて、今Y が正なのは明らかにここですよね。ここ Y が上に飛び出てます。飛び出てるとこどこですかって聞いてるね。 Y が正のとこここですね。だここが OK ですね。でこの点はどうかっていうと、点はこれなしですね。0ぴったりになっちゃダメですからね。0より大きいって言ってますから0ぴったりはダメですので、ここがグラフとしては OK な場所です。でこれを満たすような X の範囲っていうのがこの不等式の解なんですね。なので 2-2 より小さくて2より大きいっていうのが答えだから、解答としては X は -2 より大きく2より大きいと。はい、もちろんこれ、統合つけちゃダメですね。はい、なので答えは4番となります。はい、 OK ですか。まあ、これを見た瞬間にね、もう ここに言ってくれてもいいんですけどね。因数分解してから言ってくれてもいいんですけども、グラフが与えられてますからグラフで考えますね。僕も普段グラフで考えます。グラフ書いて、こう置いた時に X がじゃあ Y が0以上ってことは、 Y が0以上であるように X の範囲はって聞かれてるんで、 X はこことこっちということで答えが得られると、そういう感じですね。はい、そしたら OK。 3問とも、まあ、二次関数の問題でしたが特に問題ないです。最後キーね、キー、キーが4番ね。はい、 OK です。じゃあとりあえずお疲れ様でした。